等角図で描かれた図形。赤字の寸法は等角図上の長さで、黒字の寸法は正等映図での実際の長さ。等角図、または等角等映図は等映図の一つ。直行する三軸の角度をそれぞれ120度とし、物体を斜め上から俯瞰したように描写される。製図の際に用いる図法の一つで、各辺を実寸で描くことから寸法を伝えやすい。 利点がある。一方で、奥行きが考慮されないため奥にあるものほど実際よりも大きく描かれる。光学研磨、エンジンモデルの30度等格等映図中国の秋代に書かれた時代小説、三国支援儀の差し絵等格図の概念は2000年期中期頃から経験則として存在していたが、1822年に科学者のウィリアム・ファリッシュによって初めて定式化された。 オランダの研究機関、インターナショナルインスティチュートフォーアジアンスタディーズのヤン・クリカは、当庁舎像は19世紀半ばから技術者にとって貴重なツールとなり、その後間もなく、欧米で建築訓練のカリキュラムに組み込まれた、軸足投影図の起源は中国で、中国美術の機能は欧州美術の投資投影と類似していたとしている。赤玉よりも、 正極の方が高い位置にあるはずだが、同じ高さのように見える。不可能図形として知られる、ペンローズの階段。階段がループした構造で三次元では実現し得ない。前述のように、等角図は奥行きが正確に表現されない難点がある。しかし、このことを逆に利用し、見る側に錯覚を与える画像や三次元では、構築不可能な不可能図形といった。 トリックアートの数々が制作されている。1980年代から1990年代のコンピュータゲームの一部では、等角図のような斜め見下ろし視点の表現が見られた。これは、当時の技術では 3D 表現が困難だったことから、限られたリソースの中で、疑似的に 3D に見せる手法として用いられたものである。ありがとうございます。